俺の看板 IWM、アイドモスコリです。今回はもうすぐ話して終わるんで、はい。緊急のね、話だけさせてもらいますね。今ね、現状、金券とガチャ結果の方がですね、消費するバグの方が発生してます。例えばその金券の方ですね、チャージした後、自分が金券、チャージした金券の方が、こちらの方反映されなかったりとか、あとはガチャ回したのに、結果の方が未反映になるっていう、まあ、ロールバックされるっていうバグの方が発生してますので、まあ、もしも消えたって方は、そちらのバグのせいで消えたと覚えておくといいと思います。まあ、もしもなんか、残せるログとかそういうのがあるんだったら、まあ、消えてなくてもログの方スクリーンショット撮ってですね、証拠として残しておくことをお勧めします。一応まあ今修正対応の方されてまして、補填の方も予定済みという風になってますね。でちなみにこのバグの方リセットされるのは普通に課金部分じゃなくて無課金要素もリセットされますね。アカウント切り替えてもリセットされる時がありますので、今回ですね集結イベントあると思います。集結イベントをガチャもらった後結果が微妙だったらアカウントを何回か切り替えることによってこちらの方をリセットされて何ドルももらえるっていう、そんな感じのですねバグも発生しておりますので、まあ、リスクを恐れない人っていうのはしてみてもいいかもしれないです。以上です。